亀田ヤマントの歴史ですけども、もともとこの諏訪神社の周りというのは、まあ、何もなかった場所で、そこにあの人がこう住み着く高台というのがあります。その他の周りはもう泥沼の田んぼで、地図にない湖と言われているような、一帯の地域でした。人がこうポツポツ住み着いた江戸時代の初期の頃に、こちらの方の諏訪の場所に神社を移したと言われています。そこで神社を移した時に、皆さん方がこうお参りに行く時に、何もないんじゃつまらないということで、ここの諏訪神社のことを、それから、合祀された、お伊勢神宮の方のものとこう合わさった時に、岩の岩倉というあの、まあ、ご神体があったんですけども、それを真似てこう灯籠というものに、その岩を形取って乗せて、この神社まで、練り合えたというのが始まりと言われています。またその昭和初期なんですけども、昭和7年にものすごくこうお祭りが盛んだったんですけども、盛んすぎてこう喧嘩になりまして、その喧嘩が行き過ぎたために、周りからお祭りをやめろというふうなことで、どん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 その風潮的にお祭りが下火になっていって、ついには戦争とともに終わってしまったというふうに言われています。その後昭和50年の時に、一度あの商工会議所青年部の若手を中心として復活されまして、今ここまで36年間ですか、ずっと続いております。そういったお祭りです。イヤマントの特徴なんですけども、旗から見るとこう大きな岩がこうでっかく見えるんですけど、その脇に木の格子ですね、それから一本足で次の丸太がこう立っている、その一本足を中心として左右に揺れる形の、形でこう見せる形ですね。そこに周り若衆がついて、押したり引いたり、それからくるくる回したりして、で最後に、ぶつけ合います。ぶつけ合うんですけども、そのぶつけ合うっていうのは、昔からの歴史と言われているように先行順番ですね。どちらがじゃあ先に行くんだっていうことを決めるために、ぶつけ合って押し合って、勝った方が神社の方に先に行けるというふうな形になっています。中の方は竹でこう編んだ岩の形のところにこう紙を貼りまして、その紙の上に色を塗って人形を乗せたというふうな形になっています。イヤマンドの勝敗なんですけども、こうぶつかった時にまず最初にどちらが押し込むかっていうのが第一条件です。これで大きな判断材料なんですけども、もともとそのヤマンドを建てるまでの間の流れですね、きれいに起き上がった、チームワークが非常にいいとか、そういった総合的に見て第二の判断になります。で勝った方が先に、諏訪神社の方に宮登りにできるんですけども、今回前回もそうなんですけども、2回目の押し合いの時に勝った方が来年の選考順番を決める、先にスタートできるというようなことをやっています。ヤマンドの PR なんですけども、他に類を見ない形の灯籠だと思います。私は日本全国いろんなお祭り見たんですけども、同じお祭りを見たことがないです。ただ木遣りというのは、伊勢神宮の流れでお伊勢様の木遣りを、地元の人たちが長い間自分のお祭りに合うように変えていったものですから、それはみんなお伊勢の流れで、亀田もそうですし、それから塗ったり、それから弥彦、そういった形で似たような木遣りを歌うんですけども、形としては同じ灯籠でも、地元の地域の人たちの特色を生かした岩の形をしたイヤマンドウというのは他にないというのは、我々の一番の自慢できるところですか、誇れるところだと思っております。Thank you.
Yeah!
ちもいらぬ命捧げます。お諏訪様に。